どうも、このまるです。キータロです。今日は &TEAM のハーストファウリング Wii のコンセプトフォトとコンセプトクリップ、ブルームバージョンが公開されたので、そちらの話をしていきます。いやー、もう最高だね。びっくり。どうしようの祭り。そう、どうしよう祭り開催だよね。どうしようどうしよう、わーっしょい、わーっしょいだよね。完全に。そう、嬉しい悲鳴がね、もううちらずっと言って、これうちはつなぎながらさ、0時迎えたじゃん。で、一緒にさ、更新されていくの見てったけど、もうやばいやばいでね。もう、だってさ、スクールコンセプトじゃんと思ってさ。うん。しかもなんか、こう、ちょっとレトロみというかさ、ちょっとエモい感じのやつじゃん。懐かしい感じの。そうだね。このなんか空気感っていうか質感みたいな感じがね。そうそうそう。まあ多分ニュージーンズあたりからの流行りなのかな。まあもうそもそもこういう流行りの中のやつなんだと思うんだけど、いや最高のやつじゃんと思ってさ。いや最高よ。だって顔がいいんだもん。結果そう。いや本当に。いやもうよくね、こんなこと言ったらあれだけど、まあ顔もいいし、まあ、やっぱもうね、スタイリングとかもう全て最高だから。だってさ、今からさ、うちらさ、個人フォトがあるじゃん。コンセプトフォトのさ、うん、個人のやつ。で、まあ、2枚ずつ出てるからさ、各メンバー。それをさ、どうしようみたいな感じでやるけどさ、それ以外の供給も多すぎて、てんてこまい、マジで。本当に。ね。そう、コンセプトクリップさ、なんか出たなと思ったら、個人バージョンも出てきて、いや、待って、みたいな。いや、そうなん。もうだからね、ちょっと、怖いよね。ハイブすごいなってなったよね。うん、いやすごい、この供給の量はやばいね。すごいね。いやなんかファーストハウリングミーもさ、もちろん最高だったんだけど、ちょっとそれを上回るようなこの供給の多さだから、うん、やっぱね嬉しいね。よく分かってるよ、オタクのことをね。本当に。いや分かってる、本当にすごい。だってオタクのことよく分かってる案件で言ったらさ、このわちゃわちゃしてるみんなっていうのもそうなんだけど、ちょっと形状のさ、これ、何これってなったから、みたいな。例えばどこかどこがとは。すごい良くない？かわいない？いや、すごく、いやいや、このまだ理由かなと思ったけど、ほら、なんかケイ君のほら、胸板がいいとか言ってたじゃん。ああ、そっか、ごめん忘れとったわ。そうそうそう。それはね、そうな。そうそうそう、ごめん。なんか促してごめん。ああ、いいよいいよ。いや、このね、シャツちょっときつそうな感じとかね、ちょっとやばいよね。いや、そう、すごいし、やっぱこのなんか、お兄ちゃんと弟間の背比べみたいなのもマジでいいよね。わかるわ。てかね、そのペアのやつ全部良くて、マジで。うん、この私、手合わせのやつも好きなん。みたいな。やばいね。いいね。なんで手を合わせだけでこんなエモくなるん？よくわかっとるね。確かに。そうだね。ちょっとじゃあ、ビジュの方が大きいみたいな、あれなんかな。うわー。ちなみにさ、この丸も結構手大きいから、私もちょっと参戦したいんだけど。この手合わせになんか春はより私大きい気がするんだけど、気のせいかな。結構勝てそうな気がする、なんか知らんけど。何の勝負？あ、でも勝てそう系で言ったらさ、ここで腕相撲やっとるね。かわいい。いやーそうだね、腕相撲ね。まあどっちが強いかって言ったらさ、まあ、多分風磨なんだろうなと思うんだけどさ、なんかそれにさ頑張って挑むマキみたいな感じはかわいいね。いやめっちゃかわいいね。風磨くん余裕の意味じゃんこれ。いやそうなん。おー強くなったなみたいなさ、そういうあれだよね。だってマキはすごいすごい全体重かけてる感じするけど、うん、うん、その感じがいいね。いやそうなんかさ、私さマキア買ったね、雑誌ので、うん、&TEAM特別表紙みたいな、まあ、あるじゃん、よくアイドルのさ。そうね。そう、それのさ、インタビュー見たら、まあこれマキじゃないんだけどさ、ハルアが、まあ前からそういう話はしてたんだけど、やっぱり、風磨くんのことをパパって呼んでるらしくて、パパ先お風呂入るね、みたいな感じらしくて、もう、パパだなって思ってるから、もう、そう。何その関係性、超尊いじゃん。そうなん。ね、年齢だってそんな言うても違うか。うん、違うけど、6歳ぐらい違うのかな。6歳差でパパってちょっと。でも、ね、そう、なんかでも、そう思わせるさ、包容力があるわけでしょ、風磨に。そうだね。いや、もう風磨も恐ろしい男やで。本当に。いやー、確かに、いいね。パパな、ちょっと呼びたいな、俺も。いや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 。いやいや、逆って何だ年齢があ、でこの可愛い2人のやつね、うんね、ちょっと最初の方で貼るの忘れてたんだけど今ね出して、かわいい。だってなんか鳥取滝もかわいいし、ニコがちょっと伏せてミッドフガーもかわいいね。いやもうさ、ニコさ、この体勢でこの体勢のままこっち向いてくれんかねマジで。いや写真でどうやってまあね、なんか多分時止まると思うんで、ニコとこれ目あったら。そうだね、ちょっとこれはちょっと視線外しとっていいわ、うん、こちらも保たれるからきっとさ。多分ニコってメデューサみたいなとこあんねんか、ちょっと偏ってしまう目やったらそう目やったら多分固まる系の方なんで、ほら沼いからさ。そうね、そうだ、このままこっちの目来たらうわってなりそう。うわー、ピシピシピシバリバリバリみたいな。いやいや、すごい固まった音するじゃん。そう、せっかしたん。だからこのなんか眺めとる2個を眺めるぐらいがちょうどいいかもね、もう。そうだね。で、あとさ、タキとニコっていうこのなんかペアもなんか嬉しいわけよ。なんか基本的にはもちろん&TEAM私全体大好きなんだけど、ここに至るまでの4人の元デビュー組みたいなのもなんかすごい好きなんだよ私。まあそこはそこのストーリーがあるもんね。そうそうそう。全員が特別なんだけど、やっぱりなんかこう気になっちゃうみたいなところがあって、うん、そういうさ、その中でこうコンビ組まれるとわーってなんか急にすごいエモみ感じる。あー確かに、まあそうだね。でもね、今ちょっと薄々気づいとる、このペースじゃ終わんねえぞと。どうやばいよと。本当に個人フォトがあるんだぞこれから。すげえ供給なんだぞって思ってるからね。でこれね、もう、この私ユーマのこの上目遣いの感じもめっちゃ好きなの。いやー確かにいいね。てかまずね、これ見た時美脚って思ったよねまず。わかるわかる。やばくない？なんかさ、なんか正直階段のさ、こう階段のとこでこうやって座られるともう通れないじゃん。そうだね。だからもしこれ本当に実際されてたら、いやいやいやちょっとどいてってなるわけよ、うん、でも全然許すよね。許すもうずっといいよ、昨日気が向くまで喋ってていいよみたいな。そう、むしろごめんねちょっと撮っていい、ごめんねみたいな。あー逆にね、あーごめん足ずらさせてごめんみたいな。そうごめんねかわいいねみたいな、ついでに。かわいいね、まあそうなんだけどね。キモいよねだいぶ。ちょっと恐ろしくなってきた自分が。いやでもなんかこの放課後の日だまり感みたいなマジでいいよね。うわーやめてよ、またさロマンチストだから日だまりとか言ってさ。わかるわー、でもわかる、めちゃいいじゃんもう本当にね。えうちらにこんな青春あった？なんかなかった。欲しいこの青春、ここの場にいたい。いたいよね、この学園に行きたいね今すぐ。行きたい、富山にないもん多分。いやそんなこと言わんで。じゃあ早速、まあ、恒例になりつつあるその個人フォトを、まあね、今回2枚公開されたんだけど、まあ、どっちが好きかっていうのをお互いね、こなまるとキイタロウで1枚ずつ出していって、まあ、神経衰弱していくっていうコーナーです。何それ。当たったらどうとか別にないくせにさ、うるさいよね神経衰弱とか言って。そうしかもさ2枚でもやるっていうね。そう、キイタさん「2枚だけどやるの？」って言って「やるよ」とか言ってなんか「やるよ」とか言ってさ「やるよ」とか言ってる。じゃあ早速、まあ、公開された順番からいきたいので、まずはウィジュから。いや同じなんじゃないかな。どうなの？いやまあそうだね。うわー一緒だね。いやそうだよね。でちなみにね、右側がこなまる選んでて、左側がねキイタロウが選んだやつなんだけど、いやわかる。いやでもさどっちもいい案件なんよ。なんか2つだからこそみたいなさ。そう、そうだってどっちもいいのを厳選されてると思うから、いやそりゃねどっちもいいのよ。どっちもにしか言ってない。そういやわかる。なんかさ私的にはね、私はね浅香光代、私の浅香光代さんが出てるんだけど、私はねこの口周りのね、このなんていうの、このエクボじゃなくてさ、口の横の線みたいなのが大好きなわけよ。あ、本当だ、なんか、え、本当だ。可愛いないここ、もちっと感。え、ここって出る？わからん。このもちっと感がさ。いや、すごいね、確かに。なんか、この絶妙ないいね。そう。可愛いないマジで。しかもさ、なんか本来だったら、カメラに映る方を目を開けて片方ウインクすると思うんだけど、うん、逆なのも可愛いわけ。そうだね、こちらの向いてる方がウインクだもんね。そう、なんかそのちょっとドジっ子感もこう感じて、すごい可愛い、うん、あーなるほどね。いやめっちゃ可愛いこのね、まあ結構それ一貫して結構他の写真他のねメンバーでもあるけど、この光の当て具合とかも好き。すごい。あーわかる。このさ、なんかあれだよね、線みたいなやつだよね。線みたいな、うん、そうそう、なんかなんていうの、あの虫眼鏡で当てましたみたいな、それダメだよ、燃えるからダメなんだけど、うん、なんかそういう感じのやつ、うん、反射したみたいなね、色合いもあってね、うん、そうわかるわ、うん、ハリーポッターみたいだね。あ、そう、それも思った。選ばれし子じゃん、うん、キータロさんね、急に弱くなった。ハリーポッター知らんからとか言ってね、そうハリーポッターにあるとは思いながらもう深くは突っ込まんでと思っとったそううんとか言ってそれ全然わからん時の合図だバラさんだよじゃあ続いて風磨くん。いや同じだ。また神経衰弱だね。またゲットだ。いやむしろさゲットだオッケーな。いやこれね、いや私ね、正直どっちも好きなん。いやどっちも好き。いや僕もこのさグレイズドドーナツの、うん、さ箱をさ、ほら買ってきたよみたいな感じで持ってきてるもう一つの写真もまあ好きなんよ。なんか、うん、この目のなんかさ、目のこの二重の幅の大きさみたいなさなんか垂れ目感というかさ、ちょっと、うん、そういい感じなんよ。そうだね。しかもさ、これドーナツの下さ、実はピザで、ピザとドーナツもすごいいっぱい買ってきてるからやばいじゃん。いやすごい、だからかね、そのなんかやっぱパパ味あるよね、やっぱ買ってきたよの、うん、うんうんうんそうだね。うわそうだわ、そうだね。みんなのさ食料のとこになってくれとるんやね。いいね、うん、いやいらない写真のいらない写真のしとるんやそうだそうだ、ごめんごめん。いやこのさ、こちらの写真で言ったらやっぱりこの黄昏感っていうかさ、急になんかパツパツのシャツとさ、うん、大人感やばいよね。やばい。このね上からのアングルもいいし、なんか椅子あるけど床に座っとるやろこれ、うんうんうん、その感じもいいし、なんかネクタイ緩めとるのがすごい分かるのもいいし。うわー、なんかさ学生服でやって学生服じゃないみたいなとこあるねなんかね、うん、まあそうだね、ちょっと大人の、まあ、スーツっぽい感じの雰囲気もありつつ、うん、うん、やっぱなんかちょっとなんか大人の色気みたいなのあるよね。いややっぱ風磨くんってね、前から思ってたけどやっぱリア子だよね。ケイ君もだいぶリア子だけど、うん、風磨くんもだいぶやばいわ。いやそうだねいやそうちょっとたまらんのよこれ。じゃあ続いてがケイ君。いやそうなんや、コンプリートするよこれ。一緒一緒。やっぱり、うん、いやでもどっちもね、アップの方もすごい良かったんよマジで。うん、うん、なんかこれ2つの横並び2つるとちょっとなんか面白いねなんやろうね、なんかこの横たわる感じってなんかねみたいなとこあるよね。いやそうだね、もう何も言えんけど、もういやそう多く語れないのよ、ね、下手なこと言っちゃうからダメなのよ。うん、あねえどうする何も言えんくなっとるよ私いや確かにね。いやでこのやっぱ表情もやっぱいいよね。ねそうなん、なんかこのさちょっとアンニュイというかさ、切なさなのか、うん、なんでこっち見たみたいなさ、なんで寝ながらこっち見たみたいな気分なんね。そうだね。しかもこのラグビーボール抱えながらね、なんで抱えたみたいなねそうこれ僕のみたいな。根っこいやって言われたん根っこやそう根っこいやじゃん、やばいねそうこんねっこだからいやいやいやスーパースターそりゃそうだよね、ケイ君。そりゃそう。うん、美しいよね、本当に。なんかさ、うん、学生服似合うマジすごいし。あと。そうだね。全然現役だよね。なんかピュアさみたいなのがさ、やっぱ残ってるからこそできるさ、やつだし、うん、その違和感感じないみたいなさ。この青春。私もだ、この青春どこ本当に。ちょっと探しに行こうじゃ。今から戻せる時、うん、戻そう、もう戻したい。いやでもほんとさ、もう一つの方もさ、なんていうの、アップでさ、その目の輝きみたいなすごいじゃん、キラーンとして。うわ、ほんとだ。そう、それもすごいね。だからほんと捨てがたかった、どっちも選びたかったもん。いやいいね、どっちもいい表情しとるよね。なんかあれだね、もう見てられるね、絵画のようだもんね、もはや。うん、いやそう、なんかずっと眺めてたい。じゃあ次2個もやばいよね。2個どうせ一緒なんよ、多分一緒なんよ。もう2個はね、一緒だってわかるわ。いや絶対一緒だね。うん、一緒系。一緒だよね。いやわかるわかるわかる、うん、この笑顔だもん。ちょっと噛んじゃった。いやこの笑顔だもん。そう、いやだからさ、私さ、ほら素通りしたじゃん、右ぐりで。うん、でほら2個を目の前にして何も言えんかったんだけど、基本的にはわーみたいな感じだったから、うん、その間ずっとこの笑顔だったから。うわーやばい。この顔で見つめられとるわけ。この顔な、目なんかキラキラさせた感じで、この顔ではーみたいな。なんか私全然手繋いでないのに、手繋いでる記憶あるんで多分繋いでないんだけど記憶がちょっと変えられたけど。いやでもそれぐらい、そういう気持ちさせてくれるぐらいのってことだもんね。あ、そう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 、うん、なんかほんとまっすぐ見てくれるみたいな、うん、なんか不思議な魅力あって、やばいやばいやばいみたいな、ズブ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 みたいな、うわーこれ沼だこれみたいな感じだ沼にはまってさあ大変だよねそうそうそう、そしたらさ、2個が出てきて、こんにちはだからさどうしよう。もう一緒に遊びましょうだよね。遊ぶ。やばいね。てかこの笑顔ほんとやばいね。いやそう。だからさ、これコップ持ってるってことはさ、やっぱりさ、コカ・コーラとかさ、スプライツとかさ、チョコレートシェイクってか。そうそう、それ飲むみたいな感じなんかね。確かに、どれにするって入れてくれるんかな。そうそうそう。てか、ニコってちょっと口大きめだね。うん、可愛いよね。可愛い、口大きい人大好きだからなんかすごい力説されたそう最高にこうやばいね。やっぱメデューサかもしれんわ。いやそうだね、時止まるやろ。うん、固まってしまうわこれは。コカ・コーラあげたいね。あ、違う、間違えたコカ・コーラね。ごめん逆にあげるんねあげる、もはやあげる。いやそうだね、宅配したい。で続いてユーマ。初めて逆だったね。うわー、でも分かるよ、うん、迷うよねこれね。どっちもいいもん。いやマジで本当。てかまあ全員どっちもいいんだけど、そうこれも本当ね、漏れなくどっちもよかった。あ、でもちょっと今さ、画面で見て大きめで見るとやっぱいいね。アップもやっぱいいね、うん、美しいやろなんせ。いいね。てかユーマくん、ユーマ何急に呼び捨てになったんそうなんかさ、なんかやっぱさ、ほら、僕、アンダーザスキン大好き芸人としては、そのさ、うん、スケーのとこのさ、真ん中のゆうまくん大好きなんや、強い顔の。うん。うんうんうん。だけど、こんな可愛い顔なのね。キュルンキュルンじゃない、うん、やばいね。いや、わかる。ゆうまくんもさ、まあ、ちょうどさ、&TEAMだと境目のさ、間ぐらいの年齢だと思うんだけどさ、うん、いや、もっと大人になったら絶対やばいよ。もう恐ろしくない、ね、やばいって言ったって、まあ、ちょっと想像してしまったわ。ねえ、やばいね。いや大人のユーマ想像して、なんかもうすごいやばいってなって今ちょっとなんか思考停止してますわ。なんかむくみたいなところがちょっとあるじゃん。そのお肌の透明感とかからも感じるあれなんかな。うん、うん、いやそうだね。この透明感のままさ大人になってったらやばいね。すごそうだね。ね、一生シミできんでほしいねそうだね。もうね、日焼け止め塗りたくってね、ゆうまくん。ほんと、絶対塗っとるよ。彼、プロ意識高いから。うわー、すげえ。偉いね。で、あれやろ、キータルさんあれやろ、構図がもう、この本の置き方とか込みで好きなんやろ。うん、そう、よくお分かりで。撮った。そう、これ後ろの暖炉も好きだし、そう。なんかそのお家のね、なんかちょっとリラックスしてるふとした瞬間みたいな感じがすごい好き。なんかさ、この短パン小僧みたいなところも含めて可愛いよね。いや、そうなん、本当ペアペアの時もそうだったんだけど、そうこのね、短パンマジで似合うね。似合う、めちゃ似合うぽい。じゃあ続いてジョー君。あー、なるほどね。あー、変わったね。違うんだ。うわー、うわー、どっちもいい。かわいい。わかる。どっちもいい。どっちもいいしか言ってない。なんか聞いたさんあれやろ。ジョー君マジでいいみたいな感じじゃない？&TEAMでさ、結構いろいろさ、こう推しみたいなのさ、迷ってたけどさ、やっぱジョーがみたいな感じやろ。そう、なんか最近ね、ジョーペンなのかな、&TEAMの中だとみたいな傾きつつあるよ。この感じやばいよね。私はね、この口周りのこのエクボというかさ、この笑った時にできるやつがすごい可愛くて、シワっていうかね、エクボ。あー、ほんとだ、さらっとはあるね。可愛いね。前髪伸びたね。あ、確かにそうだね。なんか TGC の時のさ、モードっぽいやつすごい好きだったけど、あれから伸びたね。でもなんかこういう少年味みたいなさ、髪型ほんと似合うじゃん。すごい単発なのも似合うし、こういう伸びててもかっこいいみたいな。結果どれやってもかっこいいっていうね。そう。本当に。そうだね。でも俺のほら、変なさ、黒髪保護団体のさ、あれが出てきちゃうんだけど、ジョー君はずっと黒髪でいてってなっちゃう。うわー、でもそれわかるわ。ねえ。なんか、茶色じゃない感じすごいわかる。なんか。うん。あるね。そう。いや、絶対似合うんだよ。もうね、絶対似合うのも分かってんだけど、どんな色でも。でもやっぱちょっと黒髪でいてみたいなのあるね。なんか、天然記念物みたいなとこあるじゃん。ジョー君って。いや、わかる。わかるよね。なんか。ねえ、だってさ、やっぱそのためにさ、やっぱユネスコとかあるわけやからさ。いや、そう、話が壮大だな。世界遺産登録とかさ、そのためにやるわけだからさ、ジョーもそういう感じだよね。わかるわ。そうだね。雷鳥か、ジョーかみたいなとこだよね。立山におったん？ジョーくん。寒ない？ジョーくん、大丈夫？ごめんね、ジョーくん、そう、寒いね。でもジョー君さ、老後こう活動とかが終わって落ち着いたらいつか山の方行って絵を描いて過ごしたいみたいなことだね。その山、立山っていうすごいもう剣山みたいなさ、そういう山行きたいみたいな感じじゃん。そう、立山おいで、じゃあ立山で絵描きにおいで。だいぶ厳しい世界にさ、足踏み入れようとしてるよね。そう、結構天気移り変わり激しいから、寒いしね、すごい雨降ったら。まあでも景色はいいもんね。いや、めっちゃいい。で、まあこっちね、僕が選んだ方は、いやもうこれなんかちょっとこのふとしたさ、この何かみたいな、みたいな、何みたいな、この顔がやばいよね、表情が。あー、わかる。ジョー君っていつも「うん」みたいな顔してるような気もするけど、なんかだいぶかっこいい風だよね、これは。そう、かっこいい風なの。しいたけわかんないの、オフの感じじゃなくて、かっこいいわかんないのやつだから。あれはほんとわかんないもんね。あれほんとわかんなそうな顔だったから。大好きだからね、みんな。そうそう。ふとした瞬間がね、こんな美しいことありますか？いえ、ありません。わかりました。はい、じゃあ、的がよろしいところで、じゃあ次は、はるあくん。うわー、そうだよね。こっちだよね。いや、なるよね。これになるよね。みたいな。うん。カワオじゃん。よく考えたら謎ないよ。だって、バスタブで、飴舐めて、紙飛行機持って、恐竜並んどってって、もう意味わからないのよ。意味わからんね。でもなんかさ、飴舐めとるこの美しいお顔で全てが許されたよね。許されました。うん。いや、もう春はが飴舐めるっていうだけでなんでこんな可愛いんかね。いや、そうなんよ。もうこのあざとさすらもなんかあざとく見えないのよ。もう春は大正解だから。すごいね。お菓子の国から来てるからさ、やっぱり。あ、そっか、飴ちゃん。そうそう、舐めさせられてると思うんだけど、いや、そうだ、来てるもんね、だってね、お菓子の国から。しょうがないよね。うん、いや、そうだっちゃ。そうだっちゃ。そうだっちゃ。別に素の方言出てしまった。一方で選んでない方のさ、このジャケットかぶせてさ、なんかお昼寝すやすやタイムみたいなのもやばいよね。うわー、これね、これもね、またね、うん、なんかね、なんか起こさないようにしとこうっていう気になるよね。いや、そうそう。これだから多分誰かかけてくれたんかな、ジャケットね。ああ、そうだよね。誰だろう。うん。やっぱ、風磨パパじゃない？うん。やっぱそうだよね。パパしかおらんよね、もはやね。うん。なんて幸せな世界な。だってさ、冷蔵庫の前みたいなところってさ、ちょっとどいてよってだな。飲み物とか飲みたいときとか。いや、わかるわかる。いや、そう。いやだけどさ、腹開けんでとったらもう我慢しよう、水でいいわってさ、水道水飲むよ。いや、そうなるね。だってもさ、うん、冷蔵庫のとこってうるさくない？うーんと音する。うーんって音するけど大丈夫？確かに確かに。しかも意外と熱持っとくからなんか暑かったりするねかね。わかるわかる。なんそれ。冷蔵庫の音わかるわ。みたいなね。だいぶ音があるやつだからね、家電の中でも。あ、そうだね。なんでそれ本当に。しかも氷作るやつだったらさ、ガコンガコンとか言ってさ、たまに氷作られるから。でもこのタイプ作れんやつじゃない？この小ささ。いや、この小ささは作らんやつ。そう、家庭用の製氷機じゃないもんね。なんかそういうないもんね、そんなんで。うん。絶対。てかもうこの冷蔵庫小さくて無理。いや、それはね、いや、そこはいいのよ。これすごいさ、生活感あふれる冷蔵庫だったらちょっと台無しやねんか。いや、じゃあ続いてが、滝。どっちもいいよね、滝も。めちゃくちゃわかるわ。いや、もう、どっちもいいしかさっきから言ってないけど、ほんとどっちもいい。いや、私はね、この佇んでる、友達かのように接してくれるような滝が、悩んでんのみたいな。ああ、なるほどね。そう、なんかさ、この表情するようになったのっていう驚きもあるし、うん、なんか心配しちゃうみたいなさ、そういうのも込みで、うわ、何これみたいな、滝みたいな感じなん。確かにちょっとなんかこの憂いを帯びた目、いいね。なんかね、ちょっとずつ大人になってんだなっていうのもね、感じつつよ。で一方で僕の方は、まあ、ちょっとその吹っ切れたのかな、ちょっとなんかやっぱ悩みがさ解消されたのか、ちょっとほら早ないちょっとさそうでしょ、ちょっとすっきりした、ほらもうほらだってこんなさ、この窓辺に座っちゃうんだから、ちょっとお行儀悪いことしちゃうんだから。ああ、解決したって言っとる。そうそう、すっきりすっきりっつって。早ない。だから。そう。で、滝もやっぱさ短パン小僧だから、もうそのね、この美脚がね。わかる。かわいいよね。うん、あとさ、なんか、髪の毛がちょっとさ、透けたような感じに見えてるのも、またなんかいいよね。うん。うん、いや、そう。よくぞ。そうなん。そこも好きなポイントだった。よくぞ。ありがとう。そうそう。気づいてくれた僕の好きなポイント。いや、いいよね。うん。じゃあ続いてが、マキ。マキもね、かわいいわけよ。このマンネラインってなんでこんな尊いんかね、本当に。ねえ。うわー、最後神経衰弱だったね。あ、やっぱり、うん、この顔はねちょっとずるいよね、もはやね。いや、ずるいよ。もうだってさ、年にしててなんかちょっと笑ってんでしょ。やばない？いや、そうな、そこがポイントだったんよ、僕もね。何の夢見てんの、みたいな。あ、そっち。俺ね、ネタフリだと思っとるんよ。あ、ネタフリね、下手すぎ。そう、いや、そこも可愛いなと思って。ああ、そっかそっか。私はなんかもはや寝言言ってるマキみたいな感じかなと思った。ああ、それもいい。確かに、そっか。だからどんな夢見てるのなのか。うん、そう。まあでも寝るにしてはちょっと姿勢不自然すぎるか、よく考えれば。いや、そうなん。多分疲れちゃうよ。これ首痛くなっちゃう。ねえ、急に。そうだよね。もしさ、このポーズで寝てたらさ、ちょっとちゃんと寝たらってなるもんね。うん、そう。だから、ね。だから冷蔵庫の前か、みたいな。いやうるさいよ、だからそっちは。そっか。そうだからこっち移動してきたんかな、マキは。まあ、あとやっぱさ、この口元のこのエクボ、これがまたさ、ほんとみんな可愛いけど、マキもやっぱ可愛いよね。で、片方はちょっとさ、肘でさ手当ててるから、ちょっとさ口角が上がってる感じも可愛いよね。わかるわかる。あと唇ちょっと厚いのも可愛いよね。ああ、可愛い。うん。可愛いのたくさん言い合う回みたいになってる。そうそうそう。でさ、マキ君はさ、この制服を着崩さずに寝てる感じもなんかいいよね、マキ君っぽくて。わかるわ。確かになんかさ、ちょっとまだ緩めてほしくないみたいなとこあるよね、ネクタイとかね。いや、そう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 。それはさ、ヒョンラインにお任せして、そういうのはさ。そういうのは。わかるわ。かわいいね。結果もうかわいいね。かわいい。寝顔かわいい。で、コンセプトクリップも公開されたけど、もうなんかさ、その、フォトの、世界観がそのままムービーになったって感じでさ、マジでこれもいいよね。うん、いや、そうなん。全部いいじゃん。だからもう怖いよ。だってさ、結構最初がさ、例えば左上のジョー君からスタートなんだけど、この振り向きジョーからさ、うん、おやおやってなるじゃん。これやばいやつじゃんみたいな。ね、なんか書いてたらどうしたみたいな、なんか見てくるんね。でさ、しかもちょっとさ、時系列あれなんだけどさ、これジョー君がこう向いた後、これほんと真ん中のジョー君、このネクタイにさ、うん、ちょっと触ってるやつ緩めようとしてんのかな、うん、そう、このさ、なんかおやおやジョー君がなんか男らしいなみたいな感じがなんかすごい刺さるわけよ。みたいな。確かにこれよく見た、シャツまくっとるしね。そう、腕筋、うん、腕筋検索みたいな感じだね。カチャッみたいな。何それ。なんかさ、もちろんこれ個人個人にいいところあったからそれ上げていきたいんだけど、もう私ほんと全部取ったんで、全部取ったんで、30枚ぐらいになってやばいからやめたんで、もう上げられんと思って本当に。そうだね。だってもう個人のコンセプトクリップあってもう切れないもんだよ。切れないってか、もうさ、一人ずつで動画撮れるんだから、うちら本当だって。いや、そうなん、わかる。本当に。ね。それもさすがにできんからね。そう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 。で、あとはさ、ニコがね、個人的にはなんかさ、チョコレートみたいな、待って、チョコレートとかをこう上から垂らしてるみたいなやつあって、みたいな。すごい舌出してんじゃんみたいな、ちょっと思って、これ審議ね、舌出してるから審議だん、これマジでおやおやみたいな。なんかそこさ、このまねに言われて舌出しとるが気づかなくて、僕最初やばいよね。そう、一瞬なんだけどさ、もこみちばりに上からかけるよね、チョコレート。わかる。そのすごい遠目でいってプルルルってなんか垂れてんの楽しんでるのか。うわー、絶対食べれんけどね、こんなカロリー高そうな食べ物。いや、もうだってさ、動画的にはさ、もうその上にさらにマシュマロガンガン乗っけてさ、やばいやつだったよね。本当にすごいマシュマロだったよな、でかさね。いやいやいや、本当キャンプ用のやつじゃんこれだって、と思って。確かに焼くやつじゃないのみたいな。でもマシュマロってさ、久々に食べると美味しいよね。いや、わかる。いや、わかる。なんかそう、ちょっと温めてビスケットで挟みたいよね。うわー、いや、私昔苦手だった、なんなら。ああ、なるほど。いや、もう最近好きまでやるからさ。なんかこれならちょっと1個食べたいかもしれない、なんなら2個作ったし。あー、確かにね。すごい悪い顔してるけどね、舌出して。いや、ほんとだよ。すごい、その2個もなんか悪ガキ身があって可愛いね。でさ、その2個で言ったらさ、あ、2個なんなら3枚ぐらいあるな。2個。このさ、背比べのやつかわいいね。かわいい。マキさ、当初デビュー当時178とかだったんよ。で、2個は180とかだったはずだから、確かね。そういうあれ、そういうあれ、なんかマキの成長のやつ、そういうあれかも。かわしかもマキちょっと後ろ、なんか目線がさ、後ろ向いてるのがかわいいね。ね、ニコの顔もなんか可愛いね。悪ガキ味がもう一気に抜けて、口うんとさ、うんってやって可愛いね。はぁ、うまいわ。もうなんかニコが違う表情すればすぐ沼を感じるようになってしまったわ。やばいやばい。しかもほら、粉丸的なこのさ、やっぱ胸元なんかふんってなってさ、ちょっとやっぱ、うわー、うわー、やめてよ本当に。で、あとはまあ3人ずつのやつがね、あって、あー、もう待って、個人的にはこのハウラーがさ、美女がすごすぎたし、びっくりしてさ、本当に。これはちょっとびっくりしちゃうね。ハウラーって絶対、だからさっきも言ったけど、大人になったらもう恐ろしいからさ、もそうだね。ちょっと、そうだね。なんかでも楽しみだね。今も堪能したいけど、なんか成長した大人になった春はもうすごい早く見てみたい気もする。いや、そうそうそう、わかるわかる。最初にさ、ザ・ファイナル・カウントダウンでさ、ピアノ弾いとったボクちゃんみたいな時から、またちょっと成長で、どこから遡っとるんって話よね。すっごい最初から遡るじゃん。いや、あの時もうちょっと少年味あったよと思って。そうだね。うん。ちょっと子供っぽいところもあったと思うんで、雰囲気的にも。うん。やっぱちょっと成長しとるね、そう思ったら。してますね。で、まあちょっとね、個人で言ったらやっぱ最後のキングのね、方ね。いやもう、これさ、ごめん。これね、コンセプトクリップの全体のやつじゃなくて、もう、個人のやつあったじゃん。それの K バージョンのやつね。はい、ごめん、これ最後だけ私ほんと気に入りすぎて閉じまったね。ごめんごめん。すごい滑り込ませてきた私。個人のやつやらないでおこうって言ったのに、個人に忍ばせてきた、この人。なんか、私これさ、見たじゃん。ちょっと K 君とやってみようって言って。うんうん、最後、とか言ってなかったなんか、それ。その時のこれ。ピンクの画面の直前ね、前ね、最後ね。そう。うん、なんか、これ映像で来るからさ、と思ってさ、何みたいな。何ってなるよね。この顔で見られたらさ、なんかあったってなるよね。いや、そうだね。ちょっと、この目やばいね。そうなで、以上でね。今回は &TEAM のファーストハウリング B のコンセプトフォトとコンセプトクリップのブルームバージョンの話をしてったけど、いやーちょっともうさ、正直まだまだ話せるよね、もうすごいから。いやーそうなん。あとさ、なんならさ、このブルームバージョンとか言ってさ、ブルーム何ブルーミー早くないとか言いたかったんだけどさ、全然言えんくて、隙間なくて、今言ったけど。最後に忍ばせてきた、やっぱりここも。いやーほんと君の花になる的なね。そう。もうこの&TEAMのさ、ブルームもさ、だいぶなんか、マンブルーミー行くよね。なんか。行く。ねえ、そうそう、奥ブルーミーじゃないなんならみたいな。奥行っちゃう。奥行っちゃう。本当に。しかも、ここもさ、もしその量だったら、&TEAMのブルーム的なね、その量だったらいいよね、来たんね、ここね。わあ、もうみんなで量も応募しようぜ。みんなで。全部で応募しようぜ。そう。寮母さ、結構マネージャー的役割もあるから、結構謝りに行くときとかもついてくからさ。もうその話したら長くなるからやめよう、もう。エクソの話になるから、結果的に。なんでねえ、なんでどの動画でも言う何分でも言ったじゃん。まあだからさ、&TEAMの次の活動が楽しみだよね。そうだね。